ごきげんようです。自称サンライズ系実況者のナミビアさんです。3度の飯より旅先のご飯、マリさんだぜ。早速なんですが、今日のサンライズ、遅れてます。前を走っております貨物列車が遅れております影響で約10分遅れて運転を行っております。ただいまの運転状況でいきますと、3分駅到着予定時刻を20分頃としております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、到着今しばらくお待ちください。なるほど、前の貨物が遅れていて詰まっているのか。まあ貨物は遅れやすいですからね。0時20分頃、遅れていた今日の先般の通過です。これが遅延の原因の貨物だな。後でトップハムハット長に叱ってもらおう。そしてその直後、遅れること12分でサンライズ瀬戸、出雲が到着です。このヘッドライト、よく目立つよな。そしておなじみのミュージックホーンを鳴らして到着しました。去年の5月に3時間遅れた時もそうですが、これが見えるとなんか安心するんですよね。サンライズが別荘という YouTuber さんもいるようだが、私たちにとっては実家みたいなもんだよな。説明が遅くなりましたが、本日は2019年10月21日、遅めの夏休みの帰りで、ここ三宮から東京まで乗車します。今回も、サンライズ出勤になるわけだな。前日に東京まで移動するよりも、滞在できる時間が長く取れるので、おすすめですよ。寝台特急だし、横になって移動できるので寝やすいというのもいいところですね。さて、本日乗車するのは、サンライズ出雲編成の7号車です。サンライズ瀬戸が編成の前の方で、サンライズ出雲が後ろ、7号車はサンライズ出雲の中で、一番東京寄りの車両だな。7号車はシングル19部屋とシングルツインが1部屋ある先頭車です。人通りは少ない方なので、結構静かな車両ですね。そして部屋は1階のシングルか。7番個室は進行方向左側で、基本的に他の列車が通ることはなく、しかも車両の中央付近なので、寝やすい部屋となっております。1階は揺れが少ないし、ベッドのあたりが包み込まれるような形になっていて、寝転んだ時に落ち着くんだぜ。0時26分、サンライズ瀬戸、出雲、東京行きは、定刻よりも13分遅れて三宮駅を発車しました。これからみんな大好き、回復運転の時間です。検索が終わったので、電気を消してみました。1階席からの車窓はこんな感じです。暗くてわかりにくいと思うが、目線がホームと同じ高さになると言えばイメージしやすいかな。防音壁がないところでは、普段よりも低い目線で、スピード感のある車窓を楽しむことができます。乗ったことのある方は、スーパービュー踊り子や東京近郊のグリーン車、マリンライナーなどをイメージしていただくといいでしょう。逆に1階席でネックになるのは、車窓が楽しみにくいことと、若干走行音が大きく聞こえることですかね。どちらも物理的に仕方がないことだな。昼間は群雄割拠の阪神間を走り、0時46分、大阪駅に停車します。区間での所要時間を見ると、普段よりも時間がかかってしまっていますね。前に貨物がいたから、全速では飛ばせなかったんだろうな。大阪駅特急ホームでは、遅れているサンライズを待つ乗客がそれぞれの乗車口に並んでいます。サンライズ出雲編成の方だけでも15人ほどはいたようですね。オートフォーカスが仕事をしていないが、大丈夫か。大丈夫じゃないです。編集中に苦労したんですから。ちなみに別のカメラでシャワーカードを確認しに行ったのを撮っていたのですが、データが壊れていました。SD カード買いに行こうぜ。ちょうど窓の向こう側にホームが映っています。高さのイメージがわかりましたかね。ちなみにベッドは窓枠よりも30センチほど低いところにあります。寝転んだら、案外視界に入りにくいんだぜ。そして1分足らずで大阪駅を発車、乗客の乗り込みと乗務員交代を済ませて、慌ただしく発車です。普段は4分ある停車時間を削って回復するんだな。
現在、岸辺駅付近です。先ほどから全然スピードが乗っていません。それどころか、ブレーキがかかっているようです。この先に貨物船からの合流があるから、そこで詰まっているんだろう。千里丘を過ぎたところ、超低速で進んでいます。そしてついに止まりました。画面が真っ暗でよくわからないけどな。1分ほど停車した後に、動き出しました。やっぱり合流のところで詰まっていたか。本当はサンライズを先に通してくれればよかったのですがね。列車順序には都合があるからある程度は仕方がない。普段より遅い速度で高槻を通過、遅れは増えているでしょうね。前の貨物が梅小路に入ってからが回復運転のチャンスだな。一旦京都で遅れを測ってみましょうか。駅まで来ました。現在の時刻は1時19分。定刻であれば1時ちょうどの通過なので19分遅れ、大阪駅から6分遅れが拡大したことになります。ここから前を走る列車がいなくなったことだし、今度こそ回復運転開始だな。京都駅を過ぎ、旧東海道の難所大阪山トンネルを過ぎました。東海道線のうち京都から米原は琵琶湖線という愛称がついています。この区間は大見盆地の中をカーブも少なく線路が敷かれており、普段からスピードを出して走行する区間です。深夜時間帯で貸し切り状態のラウンジに来てみました。しばらく車窓を眺めることにします。そういえば今日はシャワーカードはあったのか。もちろん見事に売り切れていました。暑い季節じゃなくてよかったですね。夏はシャワーカードも自販機も売り切れるからな。大阪から乗務員交代を行う米原まではノンストップです。ラウンジは、静かなサンライズの中では例外的に、モーター音がよく響くので、どのくらいスピードを出しているかがわかりやすいですね。サンライズは遅延した時に姫路から米原で130キロ出すって聞くよな。今日はどれくらい出したんだ？だいたい120キロ前後ですね。なんかおかしいスピードが映っていますが、気にしないでおきましょう。これは別の列車が出したスピードなので、すごく気になる。2時3分、東海道と北陸道が交わる交通の要所、米原駅に停車します。遅れはさらに2分ほど増えてしまったようですね。ここで JR 東海の乗務員さんに交代だな。西日本の方、お疲れ様だぜ。琵琶湖線内は普段からスピードを出すので、あまり遅れの短縮にはならなかったようですが、これからに期待ですね。大垣あたりから豊橋まで、めちゃくちゃ飛ばすからな。引き継ぎを終えて2分後の2時5分に米原駅を発車です。現在の遅れは22分。ここから、どの区間が一番遅れを回復できるのか、主要駅での遅れを見ていきましょう。ようやく今回の検証の本題ってわけだな。まずは最初の駅、大垣です。今日乗車している車両の、書類上の所属もここ大垣であります。遅れは23分と、まあ誤差の範囲内だな。大垣、岐阜エリアにかけて、木曽三線と呼ばれる大きな川を渡っていきます。遅れは変わらず23分、普段から飛ばすエリアだけに、回復は難しいのでしょうか。線工事中の名古屋駅を通過です。遅れはわずかに縮まりました。いつも通過する1番線が使えないから3番線を通過するんだな。名古屋を通過するのはサンライズ瀬戸、出雲だけなので、起きていると非常に珍しい光景を見ることができます。ホームの岸面屋を見るといつもお腹が空いてしまうんだよな。また名古屋飯を堪能しに行きたいですね。遅れること22分、熱田で運転停車です。ここまで担当の乗務員さん、ありがとうございました。ホームで乗務員交代をして、すぐに発車していったんだぜ。
厚田から40分ほど走り、豊橋で再び運転停車です。東海道線は大きく分けて、名古屋地区を担当する大垣運輸区と、静岡地区を担当する静岡運輸区があり、豊橋駅がちょうど境界になっています。正確には湖西の新宿原駅が境界だが、サンライズを停車させる設備がないから、豊橋で交代するんだな。乗務引き継ぎがある関係で、豊橋の停車時間は長めに取られています。約3分停車して、豊橋駅を発車、これから演習の由来にもなった浜名湖を渡ります。東海道新幹線の整備を一手に引き受ける浜松工場が見えてきました。間もなく浜松駅です。豊橋から20分余りですが、停車設備のある駅との距離の兼ね合いで、浜松駅にも運転停車します。浜松を出てしまうと、静岡まで停車できる駅はないもんな。だいたい1時間で交代するように運用が組まれているようですね。50分余り走り、静岡に停車です。遅れは17分まで縮小しました。大井川のあたりとか、カーブとトンネルの連続だし、案外時間がかかるもんだな。ここを普通電車で行くとなると、地獄というのもわかる気がします。大きな川を3本越えるから、景色はそれなりに起伏があって楽しめると思うんだけどな。富士川を渡って製紙工場の町、富士に到着しました。ここで、大きく遅れが回復しましたね。ホームの反対側には、始発電車がもう止まっているんだな。ホームにも人の姿が見られるようになってきました。まだ暗いですが、朝になってきたことを感じさせます。空が若干明るくなり始め、雲の間から見える色が変わってきました。列車は所要時間通りに走行し、沼津駅に停車です。ここからはもう関東圏も近いぜ。国境の長いトンネルにして、東海道屈指の難所、丹那トンネルを抜けると、熱海に到着。なんとこの短い区間でも3分遅れが回復しました。トンネル内でもかなり飛ばしていたもんな。JR 東海の乗務員さん、お疲れ様です。ここからはいよいよ東日本管内、過密になっていくダイヤの中、どのようにして遅れを回復していくか、見物ですね。
すっかり明るくなりました。列車は小田原を過ぎ、東海道新幹線の線路と並んで酒和川を渡ります。小田原駅通過の時点で遅れは4分になりました。意外なところでどんどん回復しますね。普段はかなりゆっくり走るダイヤが組まれているってことだな。この建物、面白い形をしていますね。日差しが斜めにつけられて、斜面に建てられた建物に見えます。トリックアートみたいで楽しいな。神津車両センターから出てくる回送電車が見えます。御殿場線って、あんなに高いところを通っているんだな。小田原から茅ヶ崎までは、東海道貨物線を経由します。前の列車に詰まることなく、空いている貨物線を回送していきます。いつもと違った方向から見る相模川です。並んでいるのは、国道1号線、貨物線では、一番上流側の線路を通ります。辻堂駅付近で、おはよう放送がかかりました。現在のところ、約1分遅れということなので、遅れはほぼ回復できましたね。今日の乗務は、サンライズでは珍しい女性の車掌さんだったな。横浜駅には、ほぼ定刻に到着です。東京行きサンライズは、ダイヤが過密になる横浜より手前で、ほぼ回復できるということが分かりました。短縮した時間は、トータル22分。一番短縮した時間が大きいのは、静岡から富士、割合で言うと、沼津から熱海という検証結果になりました。結構後半に追い上げた感じだな。消化試合だと思いますが、一応東京まで測ってみましょうか。もうここまで来れば、結果は見えているようなもんだと思うぜ。およびサンライズ出雲号東京行きです。次
は終点東京です。 This is the Sunrise Seto and Sunrise Izumo bound for Tokyo. The next stop is the Tokyo Tower。気のせいですかね。なんか早いような気がするのですが、普段は詰まっている前が空いているから飛ばしているのかな。ないですよね。やっぱり早いです。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、上野東京ライン、総武快速線、京葉線と地下鉄丸の内線はお乗り換えです。降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。7時8分、終点の東京駅に、なんと定刻での到着です。記録が覆されることはありませんでしたが、横浜から東京でも回復運転が可能だということがわかりました。今日担当の乗務員さん、回復運転に努めていただき、感謝します。ということで、サンライズのゲームは、どの区間で一番回復できるかという検証でした。いかがだったでしょうか。東京行きサンライズは遅れにくいので、皆さんも安心して旅を楽しんでください。それでは、また次回もサンライズでお会いしましょう。普通、小金井行きです。この列車は15両。